はい、カバーチ袋カッパ委員長です。ではまず最初、この動画ではね、小室圭さんと秋篠宮眞子さまのお話いきましょうか。逆転のバースデー婚の可能性なんて話が出てきたんで、逆転のどういうことなんでしょうかね。確かついこの間ですよね、なんかニューヨークで拘束されたなんて話、あれやっぱ嘘だったんですかね。内容いきましょうか。たとえ望まれない形であっても2人は結婚に踏み切るつもりなのだろうか。何ですかこれなんか宮内庁 OB で皇室ジャーナリストのね、山下さんがそんなこと言ってるらしいんで、昨年11月13日発表された眞子内親王殿下のお気持ち文書が全てですと。結婚を生きていくために必要な選択と表現されたことから、何が何でも何があろうとも結婚するという強い意志を感じます。発表を認めた秋篠宮殿下と宮内庁は結婚をもう止められないと判断したのでしょう。あ、そうなんだ。6月中旬頃には各儀式の日程が発表されるでしょう。今月中旬に発表だそうです。オリンピック前後に納采の儀、そしてパラリンピック後に国旗の儀が行われ、結婚式となるでしょう。10月23日には眞子内親王殿下30歳のお誕生日なので、タイミングとしてもいいのではないでしょうか。かねてより30歳までに結婚と語っていた眞子さま、バースデー婚を目指す2人だが、世間に祝福ムードは醸成されていないそうですね。原因は4月8日に発表された28枚に及ぶ小室文書だ。いや、それが原因ではないんですけどね。文書内で金銭的な援助を受けた母佳代さんの元婚約相手 X 氏に対し、解決金を払わないとした小室圭さんだが、4日後の4月12日には一転して支払いの意思を表明。しかし X 氏が4月16日発売の「週刊現代」のインタビューで申し出を拒否し、交渉は早々に暗礁に乗り上げた。また文書自体も秋篠宮さまやX 氏への謝罪の一言がなく、どこまで自分勝手なんだと大炎上。作成に深く関わったとされる眞子さまにも非難が集中する散々な結果になってしまった。そんな中で、本当にバースデー婚などあり得るのだろうか。ある宮内庁関係者は全く別の理由で結婚が現実のものになる可能性は高いと語っている。10月中に式を挙げたいというのは他ならぬ秋篠宮さま自身のお考えでもあります。11月末には殿下の誕生日、さらに12月1日には愛子さまの20歳の誕生日がある。もしそれまでに決着しないなら、祝いの席でまた小室圭さんについて言及しなくてはいけなくなる。皇室の晴れ舞台に水を差さないようにするためにも早急に決着させたいというのが秋篠宮さまの意向ですと。決着言ってますけど、結婚しかもう答えがないかのような5ヶ月後の結婚となるとかなりの強行スケジュールとなるが、現実的に可能なのか。山下さん曰く、女性皇族の場合皇室から離れることになるので、実は宮内庁が行う手続きはあまりありません。側近の職員は大変だと思いますが十分可能ですと。可能なんだって。次なる一手、かねてより国民に理解され望まれる結婚となってほしいと話されてきた秋篠宮さま。いくらスケジュール的に可能だとしても、世間は2人の結婚を祝うムードとは程遠いように思われる。しかし、小室圭さんはすでに新たな一手を用意しているという、それが7月末と噂される緊急帰国だ。帰国しないって言ってませんでしたっけ。小室圭さんは今月末でアメリカフォーダム大学ロースクールを卒業。そのまま今月末あれこれ先月の話なのかな。そのまま7月下旬にはニューヨーク州の司法試験を受ける予定。宮内記者会ではその州受験が終わる7月末に一時帰国するのではないかと噂されています。本来であれば小室圭さんは文書で型をつけようと考えていたのだと思いますが、ここまで話が大きくなってしまっては当事者不在では済まされない。また説明責任を果たすべきという秋篠宮さまの意向も無視したままです。東京オリンピックに沸く8月なら報道が分散するという目論みもあるのでしょう。秋篠宮さまへの挨拶や記者会見を行うことで世間に納得してもらおうと考えていても不思議はありませんと、宮内庁職員の方がね言ってるんですけどね。来れますかね。多分彼は来ないと思うけどな。いや、来れるんなら来てもいてもいいと思いますけどもね。果たして挨拶や記者会見で周囲の懸念を晴らすことができるのか。皇室ジャーナリストの神田氏が誠意ある対応を見せてほしいと語っていると。誠意ある対応小室親子には不明確なところが多すぎる。例えば支払うといった解決金にしても、出所、出どころが明かされていません。眞子さまには皇族の品位保持のため皇族費として公費から毎年915万円が支払われています。眞子さまが望まれればそこから解決金を捻出することは簡単です。ただし我々の税金がこんな使われ方をするのではないかという疑念があるうちは心から結婚を祝うことができるわけがない。小室さんには不信感に一つ一つ丁寧に向き合っていかない限り、国民の理解は得られないと思います。結婚までの道のりはまだまだ遠そうだそうですよ。これフライデーの記事からだったんですけどね。そうですね。基本的に所詮ジャーナリストたちの推論ですよね。なんちゃら関係者とかね。いらないですよね。もうはっきり言ってそんな人たちの話はね。だってね、もう日本国民の大多数がね、この結婚どころかもう交際にすら嫌悪感を示していますよね。祝福などね、何がどう転んだところで、ね、何回転したところでありえないでしょ。もうすでに。だからもしね、このバースデー婚だかなんだか知りませんけども、結婚を強行するっていうんであれば、ね、それこそね、代々続いてきた日本国民からのこの皇室へのね、天皇陛下へのこの尊敬の念も信頼もね、全部一切合切とまでは言わないまでもね、かなりのね、高い確率でね、損なわれると思いますけども、ね、その事実があるだけですよね。それとも結婚の可能性云々をいまだにね、こうね、もうほぼ毎日ですよね、これね、宣伝することでね、さらなる結婚反対の声を煽るつもり、そういう意図なのかな。それだったらね、もうほとんど毎日、このね、小室圭さん、眞子さまのね、この結婚の話がね、次から次へと、ね、内容は毎回ほぼ一緒ですけどね、関係者、ね、なんだ、宮内庁関係者とかさ、秋篠宮職員とかね、宮内庁職員とかさ、ね、宮内庁担当記者とか、どこの誰だからわからんやつのね、コメントばっかりじゃないですか、毎回。ね。っていうのは、これ、日本国民のね、このなんか嫌悪感というか、怒りをね、こう、煽ってわざとやってんのかなって、それだったらなんとなくわからんではないんですけど。だって小室圭さん、小室佳代さん、要は小室家のこの数々のなんか疑惑、闇ですよね、は全くスルーしてね、結婚は生きていくために必要な選択とか、そんなことを言って日本国民が納得するとでも本当に思ってるんでしょうかね。だとしたらだいぶ我々日本国民は舐められてますよね。だからそのうちね、遺族年金、詐取疑惑、ね、これもなんか本格的に火吹いてくると思うんですけども、それでももうこれはなかったことにされてるんですかね。そういうわけにはいかないと思いますけども、なんていうかこの損保精神っていうのかな、が希薄でね、要はずるい生き方しかしてこなかったわけじゃないですか、あの人たちはね。そんな彼ら、小室圭さんとの、ね、結婚が正当化される理由をね、どうかね、この眞子さまはね、いや、とにかく結婚したい、眞子さま、それは結構なんですけどもね、具体的にね、説明できるのかっつったら、多分無理だと思うんですよね。それともまたあれですかね、遺族年金詐取にはいろいろな経緯があったことを理解してくださる方がいらっしゃればありがたいとか、コメントでも出すつもりなんでしょうかね。その手は通用しないと思いますけどもね。あと、ここ最近目立つのが、この12月1日の愛子さまの誕生日が控えているから急いで決着を、みたいな、そういう語り口が目立ってきましたけどもね。そんな理由で結婚急ぐもんでしたっけ？違いませんか？まず。第一、お立場がね、一般人のね、それとは大きく、明らかに違うわけでしょ。急ぐとすれば、破談の方なんじゃないですかね。なぜ結婚、まず結婚ありきなのかね。この辺がさっぱり理解できないですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。